え、そしたら次のやつ聞きに行こう。設計図はどこで探せばいい？他のウィッチャーについて話を聞こう。もちろん、誰から始めようか。次は猫流派について教えてください。猫流派の話をしよう。1年前、公爵家付きの鎧職人バルトローメイ・ド・ローネイが使いの者から受け取ったウィッチャーの設計図の真贋を確かめるよう依頼してきた。実は当時彼は衛兵隊用の新しい鎧を手掛けていた。ある猫流派のウィッチャーが装備一式と引き換えに設計図を売ると彼に申し出た。設計図は実に役立つはずだった。それは本当にウィッチャーの設計図だったのか？一片の疑いもなく。ドローネイが写しを撮らせてくれなかったのが残念だ。彼はウィッチャーが彼を殺して金を奪うのではないかと不安がっていた。だがその不安は的中したのかもしれん。ほどなくしてドローネイは跡形もなく消えた。あ、消えたんだ。彼が以前住んでいた家で手がかりを探してもよかったが、廃墟と化して危険すぎてな。オッケー、ありがとう。じゃあな。良き放浪の旅を。したらこれだね。宝探し猫流派の装備伝説級、関連するすべての設計図を見つける。バルトローメド・ローネイの家へ行く。オッケー。家の場所は上の方みたいだね。お、結構遠いかも。よし、じゃあ行ってみましょう。ドローネイの家に違いない。ここみたいだね。別の入り口があるはずだ。おー、開いてない。別の入り口、こっちの方っぽいぞ。これかな。ここから登れそうじゃない？いけるいける。なんかいるんだよな。戦いになるのかな。屋敷の中を調べる。え、あ、大丈夫かも。あ、いや大丈夫じゃない。戦う。よいしょよいしょ。よいしょよいしょ。来るな来るな。あ、結構回せるな。いいねいいね。よしよしよし、やったかな。あ、わったわった。もう耐えられない、これ以上無理だ。おう、ああ、レビオダ様。いたいたんだね。落ち着け、終わった。終わった終わった。ありがとう。一瞬平静を失ったことを許していただきたい。ソーシングをお探しですか、ムッシュ。洋服屋さんかな。おう、ここで何している？邸宅は無人のようだ、うん、持ち主なのか？臨時の執事のようなものです。財務大臣の命により、ド・ローネイ伯爵の資産と所有地の管理人を務める予定です。伯爵は行方不明なんです。ああ、そうなんだ。ですが宮殿の誰にもバデット邸が盗賊の巣窟だと教えてもらえなかった。いえ、巣窟だったが今は違う。あなたのおかげです、ウィッチャー様。そっか、かわいそうな状況だったのね。あ、ウィッチャーの設計図を探している。知ってるかな。巻物や写本を探している。具体的にはウィッチャー装備の設計図をだ。そういうものを見つけなかったか？まだ細かいものは確認できていないんです。ほんの少し前に着いたばかりなんですが、急に盗賊どもが現れたもので。そっかそっか。ご自身で探されてみては。いいですかね。オッケー、ありがとう。ありがとう。じゃあな。この問題を解決した礼金を払ってくれるかもしれん。うん、なんかのクエスト。あ、なんか鍵、これちょっと見てみようか。ルーベンへの指令。うん、なんかこれは別のクエストのやつかな。オッケー。あ、屋敷の中を調べる。オッケーオッケー。じゃあその前に取っちゃおう。そして屋敷の中、ここかな。屋敷って、あ、なんかあるじゃん、赤いの。お、早速あった。猫流派の鎧、あと手紙だね。
これ読んでみよう。バルトローメド・ローネンへの手紙。そのウィーチャーは危険のようです。あなた自身が日頃からおっしゃっているように、彼らは皆殺しにたけた冷酷な変異体なのですから。あ、それでも彼の申し出を受けるべきだと思います。名誉と名声のために受けるべきだって言ってるみたい。なるほど。例によって欲と野望に負けて最後には命を奪われたのが物語か。あ、そうだったんだ。ガリレオ宮殿の遺跡を探索する。あ、場所ちょっと遠いんだね。じゃあここまで向かってみよう。ちょっともらえるもんだけもらっていきます。ドローンが記していた盗賊の野営地だな。あー、ここめっちゃいるじゃんか。あ、ロチごめんね。よし、やっちゃいます。これ入り口どこだ。こっちか。あ、ここから登るのか。よしよし、この先かな。あの火ついてるとこ怪しいよね。あ、これだ。うん、あったあった。猫流派のズボンとブーツ。オッケー、じゃあこれ読んでみよう。武装商人団のリーダーによる手記。バルトローメドローネは思った通り頭の悪い腰抜けだった。ウィッチャーの狙い通りに罠にかかった。あー、罠にかかっちゃったんだ。ウィッチャーが本題に入ったところで、ウィッチャーが残りの設計図をキリンの洞窟に隠すつもりだと口を滑らせた。じゃあ最後の一個そこにあるんだ。オッケーオッケー。ウィッチャーと鎧職人は運が悪すぎたようだ。霞の洞穴。うんうん、読んだんだ。調べるべきだな。盗賊は洞窟から弾を打ち出したんだろうか。オッケー、霞の洞窟への入り口を探す。ここだって結構遠いかも。じゃあここまで向かっていきたいと思います。あったね。よし、行ってみよう。調べてみよう。久しぶりに猫の目使いました。オッケー、隠された設計図を見つける。こっち行ってみよう。何？あ、なんかいるっぽい。あ、オーマイガー、下手しちゃいますね。皆さん、2匹いる。あ、やれたっぽい。いつの時代もアーチスプは嫌いだ。オッケー、この中にあんのかな。あ、なんかキラキラしてる、これだ。あ、あったあった。まず2匹と鋼の剣と銀の剣とコテ見つかった。そしたら読みましょうか。エクサンドルの日記。逃げ道はすべて捨てた。もう戻れないのだ。殺人を犯し伝説級の設計図をすべて手中に収めた今となっては、もうすでに追っ手が来ているかもしれない。急いで取引を終わらせ、南で新しい人生を始めなければ。ウィッチャーとしての暮らしは終わりだ。あー、もしものことがあって誰かがこの文章を見つけた場合のためにはっきり書いておこう。あの設計図には価値がある。惨めな放浪に別れを告げさせてくれるだけの価値があるのだ。なるほど。ウィッチャーなら誰でも感じたことがある。全てを捨てて人生をやり直す衝動。こいつは衝動のように行動した。代償が何であろうと。悲しい過去のある設計図だが、うんうん、立派に役立ててやろう。そうだね。OK、そしたら全部揃いましたね。これで宝探し猫流派の装備伝説級のクエスト完了しました。そしたら次の聞きに行きましょう。なんかここ登れそう？登れそうだな。なんかある。あれ、これもしかして、これは違うのかな。なんだろう。ベラド・ガネスの署名がある恋文。大切なお友達へ。なんだろう。